どうも、こんにちは、デミコでーすはい。ほどいてますよ。うん。そう、ほどいてます。今回はね、ほどいてます。はい。というわけでね、これ、カーディガンですよ。カーディガン。編んでたやつ。なんでほどいてるか。これ、前身頃なんですけど、お詫びしなければなりませんね。えっ、ー、とですね、これ、こうやって、もう最初からこうやって、ね、編んで、これで持って、 私の何、えー、て言ったらいいのかな物臭な、えー、私の考えることっていうのはまあこう前のここのところをねもう先に編んじゃおうとね編んでで後々はこっちもこう伸ばしてでくっつけりゃいいやと思ってたわけですでもこう編んでるとねちょっとねちょっと見てほしいんですけどねここ前身頃のここ合わせのとこですよねなんかさやっぱりさこう こうまあ、ブロッキングすればいいのかもしれないんだけど、どうもなんかこう、こう、こ,うこれがね、ちょっと気に入らないわけやっぱり。こういうのが。あ諦めました。はい。散々考えた挙句。これ諦めまして。いや、これもっとね、伸ばせばよかったのかもしれないんだけどね、本当はね。うん。まあでも、それ最初にやってね、でもやっぱり嫌だっつってやめちゃったからね、これね、この短い幅にしちゃったんだけども。あちょっと、今ね、ほど出てますよ。はい。 解くのは全然いいんです。なぜなら、はい。なぜならですね、ちょっと、ここ、ちょっと、これ、大量に入ってるんですけど、あ、これ、IKEA のやつね。IKEA のカゴね。こういうのはもう大量に、あのー、編んだものが出てくるんで、えー、こういう時はね、こうい,こういったもの使いますけども、はい。こんな感じで、前身頃普通に編みました。はい。<laughs> 編んでます。はい。もちろんでございます。はい。編み進めてございます。下はね、同じようにこれを結局、することにしたんですけど、っていうのは、 ゴム編みとかをして下をキュッてしたくなかったんですよ。うん。なので、まあ、これは採用。ただ、前身頃はどうしようかって言った時に、まあ、目拾って、ゴム編みすっかっていう話になりました。私の中で。はい。私の中で勝手に。私の中でですけど。で、これね、どうやってね、拾っていくかって考えた時に、 まあ、ゴム編みにするってことは、こう、寄るじゃないですか、ちょっと。でも、その寄るのも嫌なんですよね、はっきり言って。でも、ちょっとね、お試しでやってみました。結局、ここってさ、こうやってさ、上がるときにさ、2目、2目っていうか、2段で1目になってるんじゃないですか、ここ。ね。つまり、1目から2目拾うわけですよ。ね。で、えっ、ー、と、ゴム編みをすると、まあ、ちょうど、なんていうのかな、この、キュッてならないぐらいの詰まり具合で、 編編めるんですわ、ゴム編みがもうテストしましまたはい、なのでちょっと今回はそれでやろうかなと思いましてでこの前身ごろがもうほぼ終了なんですけど、まあ、この続きあと全部全部編んだのかなちょっと待ってね全部編んでるのかもしんないねもしかしたらね終わってないかなでも終わってはいないかもしんないなちょっと数えなきゃ分かんないんだけどすぐ忘れちゃうからさほいでいって今これほどいてたでしょほどいてたのをまあ使って この先編み進め。そうして、もう一つの身ごろ、はい。もう一つのこの前身ごろ。ね。これも編み上がってます。こっちは。こっちはもう編み上がってございます。はい。はい、これ編み上がってて。そして、なんと、後ろ身ごろ。後ろ身ごろ身頃も編み上がってございます。はい。チク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 編んでるんですわ。ね。ちんたらちんたら編んで。ね。こんな感じで。 編み上がってます、はい、なので今日はこれをねくっつけていこうって話なんですけどほいでこっち後ろ身ごろこれがね実はあと1段まだ終わってないんですこれ戻りの裏編みがまだ終わってなくて1段ねっていうのはここね何目でやってるかっつって49目でやってるんですけど、ね、49目で編んでて、ね、で49目編んで。 で、この間を伏せ目、ね、伏せ止めして、そしてまた49目編んで戻るっていうことをちょっとしなきゃいけないので、それはまだ終わってないんです。でそれをこれからちょっとしようと思います、これでね。これ多分ね、終わってっからいい,いいと思うんだ。まあ、数えればいいんだけど。そう。で、これをね、ちょっと解いてるやつは、解いて、これはね、今日ね、ちょっとぐしゃぐしゃしてますが、進めていこうと思いますよ。はい。で、えー、っとね、どうやってね、 どうやってね、えっ、ー、と、合わせようかなとか考えてて、これはもう切ってあるね、実はね。でも、なんつうの合わせるのに、必要になるだろうぐらいの量は切ってあって、長さはね、切ってあるんでね、これはこれでもう、これ完全ですわ。完全出来上がり。で、あの、ハイで繋いだ後、あれですわ。あのー、肩、今度肩っていうか、その袖。 次、このそ、この次はね、袖をね、編んでかなきゃいけないから。とりあえずだからくっつけようと思うんですけど、これ裏編みをちょっととりあえずやりますわ。ね、これ外して。じゃ、ちょっと準備しようと思います。はい。すいませんね。あのー、今日もまたちょっと段取り悪いかもしれませんが、はい。ちょっとこれを、これをまず外してね、準備しようと思いますよ。はい。今ちょっと数えたら、これね、数えましたよ。数えたら、えっとね、あと1往復だわ。 一往復。なので、これを一往復して、そいで、あと、えっ、ー、と、後ろ身頃をね、最後の段、戻りのところをね、編んで、それでね、ちょっと肩をね、剥いでいこうと思うんですけど、ね、これをだから、ちょっとひたすら編むんですけどね。いやー、結構ね、やっぱ細いからね、まあ時間はかかるけど、でもなんか、ほら、ただ編むだけじゃないですか。うん。 で久々にこうやってあの編んでるんで、秋もせず、まあずっと編んでました。はい。これを、えー、隙間時間でまた。はい。なかなかね、あれですよ。あの、この単純な編み方では、編み方だったら、あの、裏編みもね、なかなか私、えー、っとね、上達しましたよ。はい。上達しましたよ。それをね、今から皆様にね、お見せしたいと思います。はい。はい。そのために取ってるようなもんですね、これはね。はい。 いやそんななことないですけどはいいやでもねあのー、あれですよこれずーっとこうやって表はねまあこうやってずっと編んできますけどとにかくねこれでねそうなんでこの編み方をしたかったかって言うととにかく裏編みをね練習したかったってのももちろんあってね複雑な編み方するとちょっとなかなかね裏編みの練習ができないんでこれずーっと裏編みが編めるようなものをねちょっとね編みたかったんですよねうんそう。 でこれはね、もう特に、あの、なんつうの、模様を入れなくても、もともとこういう毛糸なんで、ね、いいじゃん、見た目も。あの、ボコボコしてて、普通に編んでもね、別に、まあ模様を入れたっていいんだけど、でも入れなくても、いい感じになりそうだったんでね、はい。で、これで、はい。あとは、戻り。 はい、これで戻ればいいんですけどさあじゃあちょっと練習の成果をなんつってねうんいや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 最初だけちょっときつめにかけてであとはもうねこうやってシャカ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 編んでいけばいいというねこれね まあね、ちょっと太めのもうちょっと太めのやつの方がもしかしたらやり,なや,や,りやすいのかなって思ったりもするんですけどっていうのも細い分この糸のなんつのかなこの結局そのこれがさすんなりさパタンパタンいくかどうかっていうのはさこの毛糸がどれだけ自分でコントロールできてるかっていうさこの,この止め具合っていうのかな、うん、これがどれだけあの止められてるか自分でっていう感じ、うん、そのコントロールがどれだけできてるかで この、なんていうのかな、このスムースが変わるというか。だから、あんまり、なんていうのかな、進まないのもダメだし、引っ張ら、要は引っ張られるってことなんですけど、引っ張られるのもダメだし、かといってヌルヌル、ぬるぬる、スルスルね、あのー、あれしちゃうのも、滑っちゃうのももちろんダメだし、滑っちゃうのが一番やりづらいかな、できないかな。うん。ね。だから、この、ちょうど、この、なんていうの、この、距離、針とのじ、針と自分の指の、 距離がちょうどいい感じじゃないと、ちょっとやっぱりパッタンパッタンをあのコンスタントにといいますか、こうリズムよくするのはなんか難しいなと。ね、ち,ょっとちょっと上達したっぽくない私、ね。前全然できなかったんだこれね前全然できなかったのに、ちょっと上達したっぽいよ、ね。ちょっと普通の人みたいに見えないね。ね。強要してるはいはいはい。はいはい あの、賛同してください。すいません。お,お願いします。はい。こんな感じで、ちょっと、はい。はい。こんな感じで、一段終わりました。はい。これで、ちょっととりあえず、ここは終了になります。はい。終了になります。で、この針をち、ちょっと、付け替えて、ね、これを付け替えて、で、でっかい方。これね、この、こっちを、 後ろ身ごろの方をね、これで今度編んでかなきゃいけないんですけどこ気をつけないでね、これ締めるときにね。私、これ締めるときにバカ力でやってお、あのー、りましたからね。<laughs> 何ミリのやつだっけあれ3ミリのやつだか3.5ミリのやつだからね。やつだかをね、バキッとちょっとやりましたけど。あ、こっちこっち。はいはい 45,46,47,48,49。はい。バッチリです。49で間違いありません。で、ここに一応ね、入ってるんですけど、確認します。1、2、3、4、5、6、7、8、九。はい。準備ができました。はい。というわけで、これで、じゃあ、こっちもね、裏編みでね、最後編んでいこうと思います。はい。で、こっちも。 移してで49目49目を普通に編みながら戻ります。で基本的にはもうこれは四角でできるカーデガンということでやってるんでもう基本的にはその何てうの身頃とかそういった部分での増、えーま、し目とか減らし目とかは一切ない形でやってるんで、はいはい、49目。 編み進めたところで、えっ、ー、と、全部今度は、あの、閉じてね、うん、攻めをして、で、先に進んできます。簡単、簡単。あとはもう、だってね、柄なんかはね、自分の好きな柄を編めばいいですからね。私は,今日はもう、今日は、今日は、ていうか、今回はシンプルな、えー、何の模様編みもせず、 もう何つうのこの,あの毛糸のこの素材に委ねて私は楽をしてるわけですがはいはいここまで編んできましたはい外してであとここはここ編んでもう1目編んでここからかぶせる手前からかぶせる感じでね こんな感じでちょっと編み進めていきますよ。かぶせて。はい。ね。こう一つ編んだら手前のをかぶせる。 こんな感じですかね、で、ここよしで最後ここを編んで最後引っ掛けたらここからはまた普通にねはい戻してく戻してくっちゅうが普通に編んでいきますけどあとはこれでねあとは袖編んでで何 前,前見ごろっていうかその前の合わせのところはあるんだら終わりですからねもうすぐですよほ、うんとにすぐですよいたぶんすぐだと思うんだけど、うん、そしたらね今年の夏はこのカーデが切れるっていうことでねうん。 もう一枚この手のやつはあの市販のものですけど、一応こういう夏用の薄いやつは持ってるんですけど、ね。いつも同じじゃつまらないじゃないっていう話でね、やっぱりね、うん。はい。というわけで、後ろ身ごろもこれでね、完成しましたよ。さあ、どんな感じか見ていただきましょうか。よっと。はい。こんな感じで。こんな感じでね、ここが。 首の部分。そしてここが今度合わせるところなんですけどね肩合わせるところここを剥いでいくわけですねさあじゃあどうやって剥いでいくかっつうことなんですけどさっさといきますよはいこれねこれはねもう本当に右と左同じものを2つ編んでるだけなんだって、もう何ていうの左右ないですから前身頃中だけでねもう左右ないんででこれを こう、えっと、表裏で、こう合わせるわけだから。で、糸がこっちにあるってことは、ちょっと、こっち側からやろうか。ね。こっち側。こっち側で合わせて、で、こうひっくり返して、この紐をね、こう活用するために、紐。<laughs> なんで紐って言うんだろうね。糸だろうっていう話なんだけど。ね、この糸を活用するために、こっち側から合わせて、やっていこうかなっていう感じですね。はい。で、これはこうして、 で、こっちのこの針を使いたいからね、まあどの針使ってもいいんだけど、もう合わせるだけなんで、どの針使ってもいいね。でも出すのも面倒だね。でも付け替えるのも面倒だね。困ったね。こんな感じで。まあぎゅっと締めなくても別に編むわけじゃないんでね、ここを通して使うだけなので。で、これとこれをこう表裏で合わせて、そしてこれでつなげていくっていうことですね。はい。じゃあその、 準備を準備をって言いますかねしましょうちょっとやりやすいようにと場を場をちょっとやりやすいに整えようと思いますはいはいというわけでこんな感じでちょっとやりやすいようにね準備してみましたでどうやって剥ぎ合わせていくかね今回これ どうやって剥ぎ合わせていくかっていうと、今回はこちらを使いまーす。はい。かぎ針を使ってやっていこうと思います。7号の方ね、こちら。7号の方を使って。で、どうやっていくかっていうと、これを普通に編むように、これを拾っていきます。で、こちらも編むように拾います。 後ろが抜けないようにね拾ってそしてこれを抜く両方の穴から抜くでこっちをまたバッて取って抜けないようにね抜けないようにしないとね でこっちも出してで抜いてもいいんだけど抜かなくてもいいと思うんだけどね3つ一緒に今抜いた目とあと残った目ねを合わせる。 拾って、拾って、抜いて3本、それをいっぺんに抜く。拾って、拾って、3本、いっぺんに抜く。これですね。これでちょっと合わせていこうと思います。はい。しばらく、はい。しばらく。 編んでまいりましたが、はい、しばらく編んでまいりましたが、こんな感じでつながっております。表から見ると、ちょっと待ってね、表から見ると、はい、こんな感じで、ここです、つながってんの。ね、いい感じでつながってると思います。はい。じゃあ、ちょっとこれを、お抜けとるやんけ。あかん、あかん。はい、じゃあ、これをちょっと、また、続けて、 編んでいこ,うと思いますこれはね結構あれですよ。あの神経使いますよ。ねえまあまあ慣れたらねそうでもないというか慣れたら別に喋れないこともないんですけどちょっとあのちょっと緊張します。はい。<laughs> <laughs> こうしあんまりなんつうのきつきつにならないようにかといってゆるゆるにもならない程度に大体でもこうやって引っ張ると同じぐらいになったら引けばいいんじゃないかなっていう感覚で。 私はやってございますけれども。まあでもこういう系統だからね、あんまりなんていうのかな。あの、神経使わなくてもいいっていうかね、逆にね。うん。まあ引っ張りすぎなければいいぐらいの感じで、閉じればいいんじゃないかな。という感じですね。はい。こういう感じで。じゃあ、どん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 この先を進めて、とりあえずここの部分をつなげようと、繋げちゃおうと思います。 はい、はい、最後の1目まで編めたのでこれ通して一応止めておきますはいどうだろうね端っこの感じがねうまく収まればいいんだけどで間違えないようにしないとねということでちょっと一応印を私つけておこうかなよいしょ まあまあ、見りゃわかるんだけど、じーっと見て考えのも面倒なので、この、この部分に、ちょっと目印で入れておこうと思います。ね。で、こっちは、ねこの,この時点で入れておけばいいのね。よ 表から見て、ここが、こう、かかってる目、ね。ここがかかってる目、ね。一番最初の。ここですよ。で、こっちはこっちで大丈夫かなちゃんと入れたよう、ね、に私ね、場所にね。はい。こんな感じで、こちらを終了しました。 というわけでそうなるとこうでしょう同じようにまたねあこれはフリーになったわいねあでもこれ使うかこれ使うからこれは外してはいちょっと余けといてでもう一つこっちですこっちをつけてこう合わせて 入れて入れてはい抜いてでこれではいこんな感じでねはい入れて入れて抜いて 入れて入れて抜いてで3目一度に編むじゃあこっち側もこんな感じでちょっとつなげていこうと思いますはいというわけで こんな感じで両方の身頃がくっつきました。はい。くっつきました。で、次、何をするかっていうと、次は袖。袖を編んでいくために目を拾います。目を拾うんですけど、さあ、どうしよう。 何センチぐらいにしようかなって話なんですけど、一応ここの幅が20センチっていうことなんで、20センチを取ろうと思って数えたら、だいたい20センチをね、これがね、実は50名なんですね。50名で印つけあ、つけてあって、で、まあ計算もしたんですけど、計算、段数と計算しつつ、60名、上から60名の位置、そっからね、 両方取っていこうかなと。この黄色いところ。両方とも黄色いところ。ここまでが袖の位置。で、これがだいたい20センチちょいぐらいあるかな。20センチ。ちょっとゆったり。でもそんなに甘い、ちょうどセ20センチぐらいだね。そう。ちょうど20センチ。21センチぐらいあるかもしんない。そんなことないか。ちょっと待って。こうでしょ。20センチだと思うんだよな、多分 はい、20センチです。はい。ちょうど20センチなので、60目のところから拾っていこうと思います。で、拾い方なんですけど、これを使って、ちょっと、拾ってきますけど、結局、ここの、一番端っこの部分っていうのが、2段で1目になってるんで、2つ拾わなきゃいけないんですよね。2つ拾わなきゃいけないわけ。となると、どうやって拾おうって話じゃんね。これどうやって拾いますみんな。 ね、どうやって拾うというわけで拾う場所なんですけど滑り目でやってるんでちょっと面倒くさいですがまあこうねまずここちょっと待ってね紐紐じゃないの、えっとまずはここですよね。 ここここにでっかい穴ありますけど、ここに一つ入れて、とりあえず拾いますわ。ね。ちょっと、これ拾う、拾い方、ちょっと待ってね。拾うでしょ本当は私はこれで、これで拾っちゃうんだけどさ、ちょっと待ってね。拾って、で、次、拾う場所。隣の、ここ入れちゃっちゃ、一目飛ばしてんのと一緒なわけですよね。ここね。 ここに入れたら、この大きいまた広いところを入れたら、この一段分がこっち二段分なんで、ねいかんじゃないですか。ここに入れなきゃいけないんですよ。だから、この、グッと引っ張ると、こうやって出てくるよね。この間の、ここ。グッと引っ張ると、ここに出てくる間の穴、ここがあるんですけど、ここ。ここから拾わなきゃいけない。でもこれちょっとめんどくさい。 これでちょっと拾えないね。ちょっと細いから多分。あ、拾えた。ね。ここ。で、また、ちょっと穴の大きい穴のとこに入れて引っ張って。そしたら、ちょうどここにもう一つ穴が、ここ。この間ですよ。ここですよ。この間。わかりづらいけど、ここ、ここに入れて、 抜く。そしたら次またこのこの大きい穴から抜いてで隣の大きい穴がここなのでこことの中間にあるグッと横に引っ張ると出てくるんでこの間ここわかりづらいねほんとここの間に入れて抜く抜く 取れるかここ。はい。出てきた。はい。まあ、こんな感じでちょっとのんびり、のんびり拾っていこうと思いますよ。はい。ね、実際こんなに全部拾わなきゃいけないのかどうかちょっとわかんないけど、はい。こんな感じですね。はい。こんな感じでちんたら拾っていこうと思います。 はい。というわけで、じゃじゃんと編んできてしまいました。はい。結局ですね、どうしたかというとなんですけれど、最初120目拾ったんですけど、やっぱり拾いすぎなんですよ。どう考えてもね。うん。こう広がっちゃうから。ね。拾いすぎ。というわけで、結局、ね、これ、綺麗に。ね。でもこれはほら、綺麗になんとなく広がらずに。 この幅で編めてると思うんですよ。ね、何センチかっていうと、一応片側二十だから四十センチぐらいになってればいいわけですよね。で、何センチかって測ると、まあいい具合でだいたい三十八センチとかね、九センチとかそんな感じなんですよね。で、これ何名で取ったか。 何目で撮ったかっていうと、90目で拾いました。はい。60段、60段で、120段のところで90目拾ったんです。どうやって拾ったか。まあ、計算すればわかるんですけど、4名のうち3名拾っとくんですね。うん。なので、1、2、3と拾ったら飛ばして、1、2、3とまた拾って飛ばしてっていう感じで、編んできました。はい。編んできました。つか、拾いまして、編んできました。 というわけでね、じゃあ実際どうやってやったかっつうのをねもう片方の腕でやっていこうと思います。これまだね完全には編み上がってないんですよ。どのぐらいの、えー、長さでね編もうかっていうのがあのなあの,袖の長さねそれがまだね決めかねてるんでこれでねちょうどね今ねどれぐらいあんのかな 30cm30cm ぐらいあんのかな今3 0センチぐらいあって七分袖みたいな感じ。 で、あと、まだ、その、なんつうの、袖の部分をね、どうするか。まあ、おそらく、あの、リブ編みとか、ゴマ編みにすると思うんですけど、軽くね。うん。まあ、とりあえずでもね、まだ決めかねてるんで、こっちはこのまま放置しておきます。ね。じゃあ、実際、どうやって袖をね、拾っていったか、袖の目をね、拾っていったかっていうのを、逆サイド、こちら側でちょっと、やっていこうと思いますよ。ね。どうやってやっていったか。で、 どうやって数えていくかっていうと、ここね、ここが中心、ここが中心っていうか、ここが剥ぎ合わせたところなので、このすぐ脇のここを1、1目目で、2、3、4、5、6、7、8、9、 9。9でしょ ?9。9と数えて30まで数えます。で、30目、目のところから目を拾っていくっていう感じにします。ね。そしたら60、本来だったら、えー、とー60段、そこで60段ってことになるんで、今10でしょ ?10。11、12、13、14、15、16、17、18、19。 はいここです。なのでこちょっとずらしてこ,こつけといてはいでこっち側も同じように数えて30名のところから拾っていこうと思います。はい 27、28、29、30、おここ合ってたね、ここ30、ここですね。はい。じゃあ、こから、ね、ここからここまで、この間120段あるところを90名拾っていくんですけど、さあ、じゃあ、ちょ、髪の毛が。はい。じゃあ、拾っていきます。はい。まず、ここにぶっ刺して。 っ刺して拾います。で、これをこっち側から、ね、入れて。で、次は、ね、前に。前に言った通り、この次の目がここなんだけれども、こことここの間の隙間、ここにね、こうグッと引っ張ると、グッと引っ張ると、見える。 この隙間、ここです。ここです。グッと引っ張って出てくる、ここの隙間ですね。ここ。この本当にちっちゃい穴。ここ。ここにね、入れて、で、立ってきます。で、そしたら、下側から、ね、こう。 引っ張ってきたら下側から入れる。最初はね、直接取った方が、やりやすいね。はい。で、次は大きい穴だから、まあこのまま刺して拾うけど、こう拾って、ね、3目取りました。こうやって、とりあえず3目取りました。そしたら、次の小さい穴を飛ばして、また大きい穴に行って、大きい穴からまた1拾って、次、ここの、小さい穴。 この間にある小さい穴から、ね、また1目拾ってで大きい穴でまた1目拾ってで次の穴は小さい穴は飛ばしてでまた隣の大きい穴から1はい小さい穴から1拾ってでまた大きい穴拾って。 こんな感じね。こんな感じで4目から3目拾う。これでね、90目をまず拾っていこうと思います。はい。で、ある程度拾ったら、これがほら、抜けないぐらいになったらもう余裕ですよ。ね。そしたら、これで、こう、引っ張るときに上から引いて、下からかける。 で、この間に入れて引っ掛ける。そしてまた大きい目から拾って引っ掛ける。大きい目から拾って引っ掛けて。小さい目から拾って引っ掛けて。で、また大きい目から引っ掛けると。 じゃあ、これで取ってきまーす。はい。というわけで、こんな感じで、90名。拾ってまいりました。はい。ちゃんと数も数えました。はい。拾ったので、じゃあ、逆側と同じように、えーと、これを普通に、えー、編んでいこうと思います。はい。で、で、こうなってるってことは、こうだわね。こうだわ。ね。 こういう感じでちょっと編んでいきますけどそれでねまた最近ちょっとあのあれなんですよだからえっとまあエクササイズはもちろんしてるんですけどやっぱどうしてもね冬は太るわけですよでそのピーク太りのピークっていうのが春に来るんですね私の場合はでそれでえっと夏前にガーッとまたこう痩せるっていうかねうんそういう感じでまあ頑張るっていう 話なんですけど、やっぱあれなんですかねあの、あんまりそういうこと言いたくないんですけど、年のせいなのか何なのか知らないんですけど、えー、っと、なんていうのかな太る、太る幅がね、あれですね、広がりましたね、広がったっていうか、痩せにくくなったからどんどん太っていくんだと思うんですよ。前はさ、ちょろっと痩せたらさ、おっと、ちょっとやめとかないとっつってやめたらすぐストンと落ちたんだけど、それがね、なかなか難しくやっぱりね、なってきたのかなーっていうのか、よくわかんないんですけど、 それでストンと落ちる、落ちなくなっちゃったんだよね、きっとね。うん。だから、ブクブク、ブクブク、また増えていくんだと思うんですけど。で、だから、その、やばいな、最近またやばいな、と思った時に体重計に乗った時に、おっと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 っ,とって前回太った時と、もう、あんまり大差ないぐらいの量までまた戻ってきましてね。うん、やばいやばいっ、つって。で、最近またちょっとずつ、ちょっとずつ、えー、落ちてきてまして。結局、気の持ちようでね、私はね、大したことしてないんですよ。あの、ストレッチとか、それは確かにやってるけれども、 でも、大したことやってなくてね、実はね、運動量が大して増えたとも思ってないんだけれども、でも、まあ、食べるものをちょっと抑えつつ、そして意識する、うん、痩せるんだっていう意識をして、で、そうするとほら、なんとなく控えるじゃないですか、食べるのも。で、ちょっと運動してみたり、気合い入れて、で、その、ストレッチとかなんだかんだ、ね、するときも、ちょっと意識してやったりするじゃないですか、やっぱり。 そうすると気の持ちようっていうかね、その気合だけで、まあ、いくらか痩せるんですよね。<laughs> と思ってるんですよ、私は。で、それで、一回痩せ始めると、落ち始めると、まあ、トトトンとしばらく落ちて。で、しばらく落ちたら、えー、また落ちなくなってっていうのが来るんですけど、で今、ちょろちょろちょろっとなんとなく落ちてる時期で、よし、いいぞって言ってね、うん。あとでも2キロ、3キロそうよね。希望としては3キロだな。うん。元に戻るにはあと3キロ。 最低でもちょっと痩せなきゃいけないからちょっとハードっちゃハードなのね 3kg さあなんかあるじゃないですかネットでもさこれをやって、えー、と2週間で何 kg 痩せた2週間で、えー、4kg 痩せた2週間で 5kg 痩せたとか書いてあるけどさあれってさちょっとあんまり大きな声で言っちゃうとさあれなんだけれどもさ例えばさ体重がさあのー、1 0 0キロとかね1 2 0キロとかっていう人だったらまあ 5キロとか、スッと落ちるよね、きっとっていう気がす,するんだよね、私 <laughs>、うん。でも、私らみたいなさなんと、普通がちょっと太ったぐらいのやつでさ、で、それでなんか、4、5キロ絞りたいみたいなのって、なかなかさ、それが2週間で減るかっつったら、まあ減らないよね。うん。減らないよね。だから、確かに2週間で5キロとか落ちる人はいるかもしれないけど、その元の体重を教えてくれよっていう感じなんですけどね。 ね、元の体重何キロの人が何キロになったわけってそれ大事じゃない何キロ減ったってことよりもさ、何パーセント傘がさ、少なくなったかって話じゃないの言ったらさ、ね、パーセンテージで言ってほしいなっていう感じがするんで、まあパーセンテージで言わなくても、何キロだった人が5キロ減って何キロになりましたっていうのをさ、やっぱり言ってくんないとさ、うん、と思うのよね、私って。 ね。だから79キロの人が74キロって言われても、それは、例えばね、50キロの人が45キロになるのとは、わけ違うわけだからさ、うん。教えてくれないと困っちゃうよね、と思って。うん。まあ、そう思ってるんですけど。まあでもちょっと頑張りますよ。いや、夏までに言ってもう夏ですけど、えー、夏ですけど、でも今年の夏は基本的に別に水着着たりすることもおそらくないと思うので、出かけられないんでね、引っ越しがあるんで、やっぱり。えっ、ー、とね、決まりましたよ。えっ、ー、と、 えーとね、結局ね、えー、なんだ、えー、鍵をもらうのは約あと1ヶ月後で7月の頭っていうことに、えー、と一応日程としてはそのぐらいには渡せるっていうことに正式になったようなのでまああとはねどれぐらいうちが納得するか 今のできにね、うん。だけど、これ簡単にね、じゃあ、この日に鍵,鍵もらいますって、OK ってしちゃうと、向こうからの打診はあるんですよ。だから何日っていう。でも、OK ですって、そこでもらっちゃうと、その、なんてうのその、もらうときにしか次チェックできないんで、で、その時になんか、OK、OKOK、OK、って問題ない感じで言っちゃうと、あの、お直しが入って、 らない入らないってことはないと思うけど、入っても納得いかない場合にそのままになっちゃうんですよね。うん。で、鍵を渡してもらった後にいろいろ直してもらうっていうのは超めんどくさくって。うん。なので、その前に一応、だからやばいとこ全部直してもらわないと。ね、こっちが気に入らないところとか、直してもらわないといけないんだけれども、できるところとできないところとあってね、やっぱりね。で、あちらさんは基本的に仕事がいい加減だから、 ね、気に入らないところがあるのは当然なわけですよ、うん。だからね、おいおいね、ゆっくりね、やっぱりね、洗面台とかも変えていかなきゃいけないなと思ってるんだけどね、うん。まあ、キッチンはね、しょうがない。やるけどさ、うん、や,るやるよ、うん、やる。どうするかちょっとわかんないけれども、まあ、いろいろ、ね、これから考えて、まあ、本当でもいろいろ大変だわ、新築は本当に。しかも集合住宅でしょ。 あの一軒家のさね、一戸建ての建築だったらまださ、いいけどさ、集合住宅だからさ、なかなかやっぱりさ、その希望っていうのがさ、すべて100%通るわけじゃないじゃないですか。例えば床はこういうのにしたいなとか思っても、その、そこの建物を建てるときの,の建築材っていうのかな、築材の,その使用するものの中からしか選べないわけだから。 だから、なんて言うんだろう。ここはなんかタイル張りにしたいなとか言ってもさ、できないわけよね。うん。だから、集合住宅ってちょっとそういうの、新築はちょっと、私はだからね、新築じゃなくていいって思ってたんだけどね、うちの家人が新築で見つけてきちゃったからさ、まあ、それはしょうがないよね、でもね。うん。しょうがないですよ。まあまあまあ、でも一応、テラスもでっかいのあるし、部屋も結構、なんていうのかな。 広いっていうか、えっと、一応だから居室っていうのかな寝室って言ったらいいのかな ?3 部屋あるんで、まあ、いいんじゃないですか今より広くなって。うん、今はね、えっ、ー、と、日本的に言うと今のところが 2LDK、えどうなるのえっ、ー、と、2LDK みたいな感じになるのかな日本で言うとこの。うん。そんな感じ。寝室が2つ。 フランス的に言うと、トワピエスって言って、3部屋っていう言い方するんだけど、日本的に言うと 2LDK だね、うちね。そうだね、2LDK だね。うん。だから、寝室が一応2つあって、で、リビング、ダイニングがあって、で、キッチンがある感じなんで。でも、今度の部屋は、えー、日本的に言うと 3LDK ってことになるね、だからね。 うん、それにおっきいテラスとちょっと小さめのテラスとついててベランダっていういわゆる日本でいうとこのベランダっていう部分もあってなかなか外も広いですよトイレ2つはいトイレつあります1つはうんと孤立したトイレもう1つはサルドバンって言って浴槽のある、えーまあ、浴室みたいな、まあ、ホテル皆さん考えていただくと いいんですけど、ね、洗面台とバスタブがついててそこにトイレもついてるのが一つあって、うん、そこがメインの浴室になるのかなだからあともう一つシャンブル・パゴンタルって言ってえっ、ー、となんだろうえっ、ー、とえっ、ー、と日本語で言うと何主寝室ね主寝室のところにも、えー、サルドゥーシュって言ってシャワーだけのお風呂があります。 洗面台、やっぱそこも洗面台ついてて、あるんですよ。うん。だから、えっ、ー、と、フロがに、シャワーと、えっ、ー、と、あと、浴槽がついてる。浴槽のところにももちろんシャワーついてますよ。ね。だから、シャワーが2つ、浴槽が1つ。これが片っぽ一緒になってて。で、トイレが、えっ、ー、と、そのサルドバン、浴槽のあるところに1つついてて、あと、個別になってるトイレが1つあると。うん、そんな感じ。いや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 、でもね、やっぱりね、いや、 あのね私、実家がね、えー、っとトイレ2つだったんですね、うんで。トイレ2つの生活に慣れていたので、一人暮らしの時は別に自分一人だからいいじゃないですか、トイレ1個でも。だからね、トイレがね2つあるってすごいいいんですよ、やっぱり。<laughs> いやいやいや、あのトイレ2つある方はわかると思うんですけど。うん だからね、えー、と今回はね、2人暮らしですけどね、トイレ2つでね、大喜びでございますよ。うん、あのー、あれなんで、うちも結構2人しかいないのに勝ち合うんでね、結構ね。うん、2つあると本当に助かる。そのかわしいト,イト,ト,トイレ掃除っていうか掃除が大変だけどなっていう感じなんですけどまあまあまあ掃除はね。うん。だから浴室の方もシャワーブースの方もだから、ね、どういう頻度でどっちをどうやって使うかちょっとわかんないけれども。うん。 でも、掃除がちょい大変かなーって思いつつ、まあでも、ね、うん、きれいに保つようにします,しますよ、頑張って。<laughs> 頑張って。はい。だから、一応、あとはね、引っ越しする前にもちろんクリーニング入ると思うんですけど、でも、土足前提のクリーニングなんで、こちらはね、やっぱりね。そうなると、やっぱり、うちはね、我が家は土金ですから、うん、はい。土菌なので、なので、 あのー、クリーニングしてあっても、うん、まあとにかくお掃除はしないとダメですよね、うん、でこっちのクリーニングなんてどうせいいかげんなクリーニングだからさ、うん、うどっちにしろお掃除はしなきゃいけないけどドキン用に床をちゃんとお掃除しなきゃいけないからそれも大変だなと思って結構な広さあるんでね、うん、いや贅沢だなあんな部屋に2人暮らしまあまあいいんすけど、うん、でリビングも、えー、リビングダイニングかね うん、もうまあそこそこ広さあるし。うんあ。楽しみっちゃ楽しみですけどね。で、場所は今住んでるところから歩いて数分のところなので、ほとんど場所変わりません。駅のこっちと向こうぐらいのね、感じで。なので、引っ越しはね、だから、 きれいにした部屋からちょっとずつこう、なんていうの運び入れて、いらないものから、まあ、細かいものからね、運び入れて、徐々に徐々にみたいな感じで移動できるものはさせちゃって、みたいなね。うん、例えば、引っ越し時期がもう、なんていうのほら、えっ、ー、と、夏だからね。だから、冬物の洋服とかはもう、運び込んじゃってとかさ、うん、そんな感じで、ちょっとね、クローゼットもさ、あんまりないからさ、その収納もあんまりないからね、それも考えながら。 でも、とりあえず物を入れてみてだよね、本当に。で、それで何が必要なのか、どれぐらいのものが必要なのかっていうのを考えて。収納もね、ドーンといきなり最初から大きいものあんまり置きたくないっていうか、そこそこのものは置くけど、でもね、かといって小さすぎても困るんでね、後から買い足すなんてこともな,なっても困るんで。でも、大きすぎると今度そこに詰め込むのにね、うん、なんか、 隙間があるとき詰め込もうとする人がいるんで、うちね。うん。なので、そうなるとまた嫌なんでね。うん。いや、ほんとそうなんですよ。隙間があるとどんどん入れていっちゃうタイプっていうかね。ほんとに。ほん困るよ。ほんと困るよ。ほんとに。だからこっちもさ、一生懸命物減らしてんのに、どん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 増やす人がいるからさ、うん。捨てれない人が、私以上に捨てれませんからね。うちの家事言っとくけど、ほんとに。ほんとに。もう、かみしほしいわ。うん。 私も捨てれない人だけど、私以上に捨てれない人,人だからね、うちの家人ね。何そんな執着してんだろうって、本当思うけど。まあ、人によって大事なものが違うから、勝手に捨てるなんてことはしませんが、でも捨てるように促すことはしょっちゅうしてますよ。例えば、穴の開いた靴下とかパンツとかね、うん、取っといてもしょうがないじゃないですか、そんなの。ね、取っといてもしょうがないっていうかさ、そんなのは履いてくれるなって話ですよね、言ったらね、本当に。 恥ずかしいから履くなっていう感じなんですけど。なので、まあそういうのはね、見つけ次第ね、こ捨てなさいって言ってうが促しますけどね、もちろんね。うん。さあ、じゃあどうやって収納していこうかなっていうのを考えるのも楽しいけど、まあでもとりあえず今のところ自分たちが持っているその物の,の量っていうのを把握することから始めなきゃいけないので、なのでね、この夏はちょっとうちの家人がいない時を見計らって、 家人が忘れているうちに溜め込んである捨ててもいいようなもうほぼガラクタと言われるようなそんなものをねちょっとこっそり捨てようと思います。はい。というわけでねこんな感じでね袖を編み始めました。はい。で片側の袖はほぼ編み上がってますけどえっ、ー、と今日はねもうずっとこの袖を編み進めてね。で えー、袖をどうすんのか、決めるかどうしようか分かりませんが、とりあえず、えっ、ー、と、袖を編み。ね、袖を編んだ後は、ここの、前、前の部分、この襟の部分ね、一番最後のところですよ。ね、そこに入っていったらもう終了ですよ。出来上がりになりますよ。うん。なので、とりあえず、今日は、ここまでっていうことにしようかな。袖を編み進めましたよと。ね、こういう感じで、ね、片方どんな感じか見てもらいました。ね、 こんな感じでねこんな感じで袖がつきましたよとねあとは編み進めて先まで編んだらこれをこうやってくっつけて脇もダーッとくっつけてでそしたら前の襟ですよね前襟のところでそこを編んだら終了となりますんではいはいというわけで 今回もここまでご覧いただきまして、どうもありがとうございました。このカーディガンは結構時間かかって作ってますけれども、次回でね、終わりになるんじゃないかなと。まあ、その次回がいつだかちょっとわかりませんが。はい。というわけで、出来上がりの、えー、ものをね、皆さんにね、なるべく早くお見せできるようにちょっと頑張りたいと思います。というわけで、えー、本日はここまで。じゃあ、さよなら。